はい、じゃじゃん、今日はなんとアナと雪の女王だね。そう、アナと雪の女王のこのチョコエッグをちょっと開けてみたいと思います。何が出るかな。でもここの絵がアナだからちょっとアナが出るかな。じゃあみんなちょっとこの中身入ってるのかな、ちゃんとちょっと開けてみるね。これを開けていくと、じゃ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 ーん、よいしょよいしょ、チョコレートが出てきたよ。みんなほら、チョコレートの卵が出てきたよ。ほら、あ、中になんか入ってるみたいだよ。ちょっと開けてみようか。チョコレートを割ってみるよ。せーの、よいしょよいしょよいしょ。あ、チョコレートを開けたら中からカプセルが出てきたね。このカプセルの中にきっとアナと雪の女王のおもちゃが入ってるはずだ。じゃあ何が出てくるか楽しみだね。みんなは何が出てくると思う？よいしょ、せーの、よいしょ。なんだろう、なんだこれ、なんだこれ、よいしょ。何が出てきたのかな、これは。あ、出ました、じゃじゃーん。これ、これわかんないね。よいしょ、エルサだね。ちょっと開けてみようか。みんな見て、ほら、エルサが出てきたよ。あ、なんか美人だね。綺麗なエルサだね。綺麗な人だな。俺様にぴったりだ。いやいや、バイキンマン。バイキンマンは、そんなこと言ってたらドキンちゃんに怒られるぞ。そんなわけで、今日は、カプセルの中から出てきたのは、エルサでした。みんな、この、アナと雪の女王、もう見たかな？見てない人はぜひ見てみてください。じゃあ、次の動画で待ってるね。ここだから、久しぶりに、じゃんけんをしてみようか。じゃあ、行くよ。準備はいいかな？はい。最初はグー。じゃんけん、ポーン！はーい。久しぶりにやったんだけど、今日はチョキだったよ。みんなはどうだったかな？じゃあ、次の動画で待ってるね。みんな動画は楽しかったかな？じゃん。スマートフォンやタブレットで動画を見ているみんなは、ここにあるチャンネル登録というボタンを押して、次の動画がすぐに見れるようにしておいてね。画面をタッチするとこのマークが出てくるから、押してみてね。面白い動画が隠れてるよ。